皆さんこんばんは。バーネコマテアの新井です。いつも番組ご視聴ありがとうございます。今日作るカクテルはスタンダードカクテルのマルガリータを作ろうと思います。レシピの由来などもあるんですが、今日は先にカクテルを作ってから最後にエピソードをお話ししたいと思います。はい、まずはマルガリータはお塩を使うカクテルなので、グラスにお塩をつけたいと思います。フレッシュなライムを使ってグラスのリムのところに少しなぞります。そしたら軽くお塩をふわっとつけますね。余分なお塩があるので、余分なお塩は払ってあげましょう。はい、こんな感じですね。はい、そしたらフレッシュなライムジュースを絞っていきます。まずフレッシュなライムジュースを 15cc 必要なんですが、 15cc を測っていきます。はい、ここで 15cc です。続いてテキーラですね。リュウゼツランっていうね、サボテンみたいな木からね作ったお酒なんですが、それを 30ml。 続いてホワイトキュラソーというオレンジのお酒です。これを 15ml 注ぎます。はい、これに氷を入れてシェイクをしていきます。マルガリータ、これで完成なんですが、カクテルって実はエピソードがたくさんあったりするんですね。このカクテルも1949年に、アメリカのロサンゼルスのバーテンダージャン・デュレッサー氏がカクテルの大会で入賞した作品なんですよ。でも入賞なんですね、優勝ではなくて入賞なのに、この約70年間ぐらいの間に世界でこのマルガリータというカクテルを知らないバーテンダーはいないぐらい広まってしまったんです。その理由として、彼が幼い時に、恋人の女の子、マルガリータという女の子と一緒に、趣味の修行に出かけたんですね。そんな中、彼女は他の人の流れ弾に当たって彼女は亡くなってしまったと。それですごくそれを、まあ、忍んでカクテルは、ジャンはカクテルという名のもとに彼女を蘇らせたという話なんですね。なのでこのカクテル、実はお塩がちょっとついてますけども、ちょっと悲しみの涙の味がするなんていうふうにも言われています。まあエピソード他にも実はあって、実はジャンの前にもマルガリータは生まれていたなんていう話もあるんですが、エピソードとしては私はこの話が好きなので今日取り入れてみました。またマルガリータ以外のカクテルも結構本当にいろいろエピソードがあるので、味わいで好きだっていうのもありますけど、エピソードから遡ってそのカクテルを飲んでみたりする楽しみ方なんていうのもあるんじゃないかななんていうふうに思ったので、今日はこのカクテルをご紹介しました。ぜひ皆さんバーに行って飲んでみてください。またね。